挙の道の一票から。第1話、投票は大事です。どうして投票は大切なの？お兄ちゃん、お兄ちゃん、ねえ見て見て、私にも届いちゃった。今度の選挙、私も投票行っていいんだよ。やった、私もとうとう投票に行ける年になったんだ。あれ、お前もう20歳だったっけ？選挙行くの早くね？もうお兄ちゃん、投票は18歳からできるようになったんだよ。知らなかったの？あれ、そうだったっけ？ねえ、投票行く日ってどんな格好していけばいいのかな？何持っていかなきゃいけないのかな？忘れ物とかしたらもう投票できないの？まあ、恥ずかしくないように準備していくのが一番だよな。周りの人の言うことをちゃんと聞いてな。お兄ちゃんは初めて投票しに行った時どうだったの？誰にやり方とか聞いたの？もしかしてお兄ちゃん行ったことないの？いいんだよ、あんなの行かなくたって。別に誰かに怒られるわけでもないし。まさかお兄ちゃん一度もないの？俺が行かない理由その1、野球の試合に出る日だったから。理由その2、政治って身近に感じたことってなかったから。理由その3、俺の一票がなくても多分大丈夫でしょ。だからお前も行かなくたっていいんだぜ。誰が当選したって変わらないし。そんな、私はちゃんと行って投票してきたい。でもどうしたらいいの？ふう、2人とも選挙に行くことはとても大事なんだよ。あなた誰？私の名前はアビー。君たちに選挙についてわかりやすく教えていくよ。まずは選挙の仕組みについて紹介するよ。選挙には国政選挙と地方選挙の2種類があるんだ。国政選挙は国のための政治をする国会議員を選ぶための選挙だよ。みんなの住む町をより良くするため、都道府県知事や市町村長や地方議員を選ぶのが地方選挙だよ。国会は衆議院と参議院という2つでできているんだけど、これはお互い決定した内容を違う立場や角度からチェックしながら慎重に政治を進めるためなんだ。衆議院は総選挙といって任期は4年、でも任期中に解散による選挙もあるよ。参議院は通常選挙といって定員の半数を3年ごとに改選する選挙なんだ。任期は6年だよ。一方、地方選挙は2種類あって、一つは都道府県知事や市町村長を選ぶ選挙、任期は4年だよ。もう一つは地方の議会の議員を選ぶ選挙、任期は4年だよ。でもさ、選挙なんてやってもあんまり意味なくない？一票くんは買い物をすると消費税を払っているよね。就職したら所得税や住民税を払うことになるんだ。その税金ってどう使われるのかな？気にしたことないな。何に使われてるんだろう？身近なところだと学校や図書館などの教育に関するもの、病院などの医療や福祉に関するもの、その他にもたくさんのものが税金から支払われているんだ。一票くんたちから集めたたくさんの税金の使い道を決めるのが選挙で、選ばれた政治家なんだ。だから私たちが選んだ政治家によって私たちの生活が決まっていくんだよ。そっか。うんうん、選挙が大事なのは分かったけど、俺一人行かなくても大きな影響ってなさそうなんだけど。確かに一票くんが言うように、有権者の投票率って選挙のたびに下がっているし、10代20代は他の世代に比べて特に低いんだ。え、そうなの？なんでなんだろう。一般的には投票に行かない理由はこんなのが多いね。でもまずは投票に行って若者の投票率を上げることで、ちゃんと見てるぞという姿勢を政治家に示すことが大切なんだよね。そうすれば若者向けの政策がどんどん増えて、もっと暮らしやすい生活につながっていくのかもしれないね。そっか、だから選挙に関心持って投票に行くことが大事なんだね。そうなんだよ。ひろみちゃんもこれからどんどん投票に行ってね。うん、よっしゃ、わかった。これからは俺も投票するぞ。とりあえず今度のオールスター誰に入れるか考えてくるわ。うん、いい人いるといいね。あれ？最後にまとめのコーナー。どうして選挙に行くことが大切なのかな、みんなで一緒に考えてみよう。選挙の道の一票から。第2話、投票に行く前に調べよう。候補者の情報ってどこを見たらいいの？
次の投票日にはこの氷河星蔵、氷河星蔵に一票をよろしく。この町の暮らしのために精一杯働きます。あの星蔵さん、聞きたいことがあるんだけど。通りすがりの爽やかな男の子、応援ありがとう。投票日にはこの氷河星蔵、氷河星蔵をよろしく。あのさ、プロ野球の試合もっと見に行きたいんだけど、チケットが高くて買えないんだ。なんとか安くできないの？俺のバイト代だと飯食うだけで財布空っぽになっちゃうんだよ。野球なんてスマホで見てるだけだと味気ないし。球場行きたいんだけど、なんとかならない？あの、今お兄ちゃんが聞きたかったのは、もし星蔵さんが当選したらこの町の経済をどうしていきたいですか、という具体的な政策が聞きたいな、です。おお、わかりましたわかりました。それならこの氷河星蔵、氷河星蔵に任しといてください。当選したら素晴らしい考えがあるので。最近球場もお客ガラガラだよね。もっと盛り上がってほしいんだけど、どうしたらもっとお客入って野球人気盛り上がりそう？あの、今お兄ちゃんが聞きたかったのは、この町の地域振興のための具体的なアイデアや政策案についてです。おお、わかりましたわかりました。それならこの氷河星蔵、氷河星蔵に任しといてください。当選したらしっかりとした考えがあるので。いやー、いい話聞けたな。今度はあの人に投票しよった。でもさ、お兄ちゃん、選挙ってあの人一人だけじゃなく他の人もいっぱいいるんだよね。もっとたくさんいろんな人の話聞かなくていいのかな？別にいいんじゃね。あ、アビー先生。一票くん、ひろみちゃん、実際に選挙に出る候補者に考えや今後の政策予定を質問するのはとてもいいことだね。候補者の考えをちゃんと知った上で投票することが大事だよ。自分たちの暮らしや生活にも影響があることだからね。でもたくさんの候補者の中からどうやって選べばいいのかな？そうだね。選挙が始まって誰に投票すればいいか、その判断材料をこれから紹介していくよ。本当？まずは候補者のポスターで候補者の名前と顔がわかるよね。候補者の情報を知るには選挙管理委員会が発行する選挙公報も基本だね。これは候補者のプロフィールや政策などが記載されていて、インターネットでも見れるよ。これ今度見てみようかな。テレビの政見放送を見るのもいいね。ちょっと面白そうかも。今ではインターネットを使った選挙運動ができるようになったから、候補者のホームページやブログ、SNS などでその人の政策や考え方、人柄を見てみるといいね。思ったよりも分かりやすい。各新聞社がまとめた候補者の政策比較ページなどを見るのもおすすめだよ。内容すべてが分からなくても、まずは自分の関心のある分野を比較してみるといいね。候補者のことを調べる方法はたくさんあるから、いろんな人の考えを聞いてしっかり自分で判断できるようにしておいてね。ありがとう先生。選挙前だけじゃなくて日頃から政治に興味を持つことが大切だよね。ひろみちゃんの言う通りだね。よし、おかげで候補者の調べ方が分かったぜ。選挙公約で日本でメジャーリーグの試合をやってくれる候補者を探すぞ。いるといいね。最後にまとめのコーナー。候補者の政策を知るためにはどんな方法がありますか？みんなで一緒に考えてみよう。道の一票から。第3話、投票に行ってみよう。どうやって投票するの？ねえねえお兄ちゃん、私ついに投票に来ちゃったよ。ああそうだね。ねえお兄ちゃん、まずはどこで何すればいいの？まあそうだな。どうしたのお兄ちゃん？まあそのなるようになるんじゃん。それってどういうこと？ほら、お前先に行けよ。でもお兄ちゃん、私初めてだから全然わからなくて。どうやったらいいの？お兄ちゃんに先にやってほしいな。そうか。でも俺実はその、俺もうやっちゃったから。それってどういうこと？いや実はもう済ませちゃってるから。お兄ちゃんもしかして期日前投票したってこと？すごい。ね、それってどう
やってやるの？難しくなかった？私もやってみたい。いや、あ、アビー先生。ひろみちゃん、一票くん、初めての投票だとちょっと不安かもしれないけど、実は投票はとても簡単で数分で終わるんだ。そうなんだ。でも私、投票の仕方とか全然知らないから教えてくれない？まず選挙期間が始まると投票所入場券が自宅に届くんだ。そこに自分の投票する投票所の場所が記載されているよ。公民館や学校が投票所になっていることが多いね。じゃあ投票所についてからの流れを説明していくよ。まず事前に郵送された投票所入場券を係の人に渡して本人確認を受けるんだ。それが済んだら交付係から投票用紙が交付されるよ。投票用紙を受け取ったら記載台に行って候補者の名前または政党名を記入するよ。記入が終わったら投票用紙を投票箱に入れるんだよ。ふんふん、そうやるのか。投票所入場券は忘れたりなくしても本人確認できれば投票することができるよ。あと投票用紙に余計なことを書くと投票が無効になっちゃうから注意してね。また仕事や旅行などやむを得ない事情で当日投票に行けない人は事前に投票ができる期日前投票というやり方もあるんだよ。選挙の投票日が発表される日を公示日または告示日って言うんだけど、期日前投票はその翌日から投票日前日までの期間投票できるんだ。当日投票に行けなくてもちゃんと投票できるようになっているんだよね。投票の流れは投票日当日とほぼ同じだよ。期日前投票の場所は投票日当日の投票所とは違う場合もあるから気をつけてね。ここで一つ注意だよ。就職や進学で引っ越しをしたら住民票の移動が必要だからね。へえ、そうだったんだ。知らなかった。気をつけよっと。もちろん知ってたさ。でも住民票を移動しちゃうと地元の成人式に参加できなくなるって聞いたことがあるけど。住民票を移動しても地元の成人式には参加できるみたいだよ。詳しくは地元の市役所や町役場に聞いてみてね。そうなんだ。それは知らなかったな。投票の仕方は最初は分かりづらいけど覚えると簡単だよね。まずは選挙に参加しよう、投票に行こうって気持ちが大事だから、これからもしっかり投票に行ってね。はーい。いや、思ったよりも簡単だったな。うん、そうだね。ね、お兄ちゃん、もし次の選挙の当日に用事があったら一緒に期日前投票にも行ってみようよ。え、そう？あー、でもその頃は予定あって忙しいからな、行けないかもな。まだ次の選挙決まってないよ。最後にまとめのコーナー。皆さんが投票する投票所はどこでしょうか？みんなで一緒に考えてみよう。選挙の道も一票から。第4話、選挙運動のルールです。何に気をつけないといけないの？あ、もうすぐ選挙があるんだね。私選挙って大好き。たくさんポスター並んでるね。わあ、私この人のポスター好き。かわいい。1枚取っちゃおう。え、そう？他の人とあんまり変わらない気もするけど。 SNS にアップしちゃおう。よっぽど気に入ったのね。ちょっと待った。あ、アビー先生。もみじちゃんは確か18歳未満だよね。18歳未満の人が選挙運動をすることは禁止されていて、選挙運動用のビラやポスターなどを SNS に載せてはいけないんだ。そうだったの？全然知らなかった。ねえアビー先生、私たちが気をつけなきゃいけない選挙のルールを教えて。ひろみちゃんのように18歳以上の人は選挙期間中 SNS やブログ、動画サイトなどで候補者の応援を呼びかけられるけど、もちろんルールもあるんだ。やっちゃいけないのは、まずメールでの投票の呼びかけは禁止されているよ。メールで選挙運動ができるのは候補者や政党だけなんだ。送られてきたメールの転送もダメだよ。
同じように候補者や政党のホームページなどを印刷して配るのもダメなんだよ。へー、そうだったんだ。うんうん。選挙運動を手伝うことになった場合、ボランティアでやることが基本だよ。選挙区内の政治家や立候補の意思のある人から卒業祝いや就職祝いで金品をもらうのは寄付にあたり禁止されているからね。あー、知らなかった。誹謗中傷も法律で禁止されているよ。候補者を当選させようとしたり、逆に当選させないようにしたりする目的で嘘の名前や身分を名乗って情報発信するのも禁止だからね。候補者に関する虚偽の情報や事実を歪めた情報を広めることも禁止なんだ。悪いことはしちゃダメだね。うんうん。二人ともルールをよく覚えておいて気をつけようね。先生ありがとう。アビー先生の話すごい熱心に聞いていたね。うん、すごい参考になった。私自分が選挙に出る時までちゃんと覚えておこうっと。え、もしかして投票するんじゃなくて立候補するつもりだったの？うん、立候補したらどんな写真撮ってもらおうかな。おお、お兄ちゃん、この人昔リトルリーグやってたのか。いいねいいね。じゃあ俺の推しじゃん。この人のことこれからガンガン応援するぜ。あ、お兄ちゃんが選挙運動してる。でもお兄ちゃんは21歳だから大丈夫なんだよね。はあ、私が立候補したらあんな風に応援されたいな。へえ、なんか相性合いそう。最後にまとめのコーナー。選挙の時どんなことに気をつけますか？みんなで一緒に考えてみよう。